大港根、ね、豚の出し道路を2003年の作品例1期。大港根豚は青森県むつ市の大港地区で行われる根豚である。大港根豚は青森根豚の企業根豚とは違い、主に地域住民の手によって制作、運行される根豚である。人形根豚が主で、根、ね、豚をその地域の住民が長いロープで引いて練り歩く。しかし、坂の多い町であるため、 また人手不足の理由から、町内回りや合同運行集合場所へ向かうときは車やトラックで、牽引することもしばしばある。ミニねぶたなど町内、団体を表す先立ち、流し踊り、引きで、ねぶた本体、太鼓と忍への生やし方、という順に並んで運行している。基本的には、青森ねぶたにいる羽根とがいないねぶたである。電線や道幅によって、 ねぶた本体の大きさが制限されており、横幅約7メートル、奥行き約3メートル、高さ約5メートルで、青森ねぶたより一回り小型である。8月第1週の金、土、日に開催。大港地区の町内会、城賀、沢、桜木町、歌町、川島町、大港上町、大港浜町、大港新町、太平町、山田町、朝日町、 町の町内会に加え、海上自衛隊、むつ市職員互助会、計12団体で行われる。祭りの期間の2日目と3日目の2日間は、すべての参加団体が集まり、合同運行が行われる。合同運行初日は、むつ市歌町から大港駅付近まで運行され、各ねぶたの祭典が行われる。最終日には、その受賞のお披露目を兼ねて、市運動公園から、 大港駅前商店街まで運行される。1885年頃から現在の形式で合同運行するようになったと言われる。大港根、ね、豚のほか下北地方には各地に根豚がある。むつし、田辺、同志川内町、同志脇の沢、同志、大畑お及び風間浦村、東通村、西村でも行われている。川内町を除いて多くは、 子供ねぶたである。川内町のねぶたの成長林は、大港とは著しく異なり、県内でも独特な、激しくもメロディアスな林であり、青森市同様に跳ねるねぶたである。掛け声も、ラッセラーラッセラー以外に、いっちゃやれ、やーれ、やーれという掛け声がある。1960年以前には、方形の台の上に八角形の皿。 その上に、組ねぶたの背面に、見送りと呼ばれる額がついた、自作の出汁を使用していたようである。しかし、過疎化などの影響で、長年、使用済みの大港ねぶたや青森市等のねぶたを、レンタルするか買い取って開催されてきていた。近年では、復興の意識等から、住民の政策によるものも出している。江戸時代中期の気候家、菅江澄は、日記に、 大旗でも行われていると書いている。ねぶたは津軽地方や外ヶ浜だけのものではない。また近年になって青森を真似たものでもない。江戸時代にはすでに下北地方でも行われていたのである。ねぶたの起源はわかっていない。ありがとうございます。